自分の位置すぎるので、もうここでは厚みというふうに言いません。皆さんこんにちは、金子ゆきです。厚みについていくつかに分けて取り組んでいきたいと思います。この厚みですね、いろんなところで使えるので覚えておいて損はない、まあ、概念ですね。もちろんスライスもかけれる、サーブの下から上、もしくはスライス後ろから前にも、いろんなところで応用できるので、ぜひですね、この厚みを覚えていただきたいと思います。いくつか段階を踏んでサーブのグリップでですね、厚みの練習をしていきたいと思います。そして厚みを変えていきましょう。この練習になります。気をつける点ですね、自分の位置すぎるので、もうここでは厚みというふうには言いません。まあ厚すぎる、必ず真ん中に当てられるようになって、これをダラーンとしとってミートしないとですね、厚み以前のこの練習になってしまうので。ラケット上からこうした、上から下にラケットを振ってんのにボールは前に飛ぶっていうことですね。感覚がつかめたら薄いんだけど厚みを利用してネットするネットでした。こう当たるのか、こう当たっていくのか、こう当たっていくのか、こう入るのか、こう入るのか、こう入ってしまうのか、いろんな入り方がありますよね。このボールに対してのフェースの入り方のこの確認ですね。外なのか中なのか、ね、いろんなところで変わってきますよね。軌道もここで練習の中に入れるならば、先ほど一番最初にやった段階ですね。この軌道をどういうふうに練習して、軌道を計算しながら、前に飛ばすことができません。厚みの調整ですね、どこで調整していくか、もちろん正しいグリップで持つ必要があるんですが、それだけではなくリストのですね、角度で変えれるようにしてみてください。厚い当たりになってしまったら少し薄くする、ここの調整をしてみてください。毎回毎回こうグリップを変える必要はないですね。正しいグリップで持ててたら、リストの角度ですね、コップで変えるようにしてみてください。この間の最後、せっかく、サーブのグリップもしくはサーブのモーションで厚みの練習をしてったので、数球打って終わりたいと思います。ナイスサーブ。こんな形でですね、この厚みをいろんなところで使える、今日はサーブのグリップから、そして最後サーブで終わるようにしました。この厚みですね、いろんなところで使えます。サーブだけではなくフォアハンドですね、バックハンド、フェースアップでも使えるので、ぜひですね、
頭の中に入れておくことをお勧めいたします。もしこの動画が参考になれば高評価、チャンネル登録、 SNS のシェアもよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。